おはようございます。11月1日火曜日の東京インフォメーションです。今日から東京都パートナーシップ宣誓制度の運用が開始されます。東京都パートナーシップ宣誓制度は、 LGBT などのパートナーシップ関係にある2人からの宣誓届け出を都が受理したことを証明する制度です。受理証明書は都営住宅の入居申し込みなど日常生活のさまざまな場面で活用することができます。都によりますと、先月の受付開始以降、100組を超える方々から宣誓届け出があり、今日から順次受理証明書が交付されるとのことです。また今日午後6時からは、性的マイノリティへの理解と支援を示すため、都庁舎とレインボーブリッジがライトアップされます。都では制度の導入をきっかけに、より一層多様な性に対する理解を広めるとともに、2人の生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげるとしています。制度の開始と受理証明書の交付は今日この後10時からです。子どもたちが多彩な日本の伝統芸能を体験・鑑賞できる子ども芸能体験広場の参加者を募集しています。子ども芸能体験広場 in 新宿は、小学生を対象に落語、狂言、和妻、三味線、日本舞踊の5つの分野から好きな分野1つを選び、プロの実演家の指導のもと体験できるワークショップです。今月23日水曜日、勤労感謝の日の祝日、午後1時から2時までと午後3時から4時までの2回行われます。会場は西新宿にある芸能家電社です。参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。参加を希望する人は申し込みフォーム、E メールのいずれかで、今月10日木曜日必着で子ども芸能体験広場実行委員会事務局へお申し込みください。応募者多数の場合は抽選になります。都は来月全線開通する環状第2号線で記念のウォーキングイベントを開催します。環状第2号線では現在、築地から新橋までのおよそ 1.4 キロ区間を工事していますが、来月18日日曜日の午後3時に開通し、江東区有明から千代田区神田佐久間町までの全線が開通する予定です。全線開通を記念したウォーキングイベントは、開通前となる来月10日土曜日の午前9時から午後4時までに複数の時間帯に分けて開催されます。対象は都内在住、在勤、在学の人で、参加費は無料です。小学生以下の場合は保護者の同伴が必要です。参加を希望する人はホームページまたはハガキで今月10日木曜日までにお申し込みください。応募者多数の場合は抽選になります。今日11月1日は計量記念日です。都は都民計量の広場2022をウェブ開催しています。ウェブサイト都民計量の広場2022では、家庭などで健康管理のために使用する体温計や血圧計などの計量器の正しい使い方の紹介コーナーや、生活を支える水道、ガス、電気に関する計量についての紹介コーナーなどがあります。クイズに正解しアンケートに答えると、抽選で電子体温計やキッチンスケールが当たるクイズラリーもあります。都民計量の広場2022は来月15日木曜日まで開設しています。
今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。